もう台湾にいるかと勘違いしてるんですけど、今全然セントレアです。まもなく出発になります。阿部さんは最後のタイルに行ってきました。これは一緒にタイにいた時に作ったものです。お揃いです。何時間だっけ？3時間くらい。本当はもうついてるかもね。ね、前ついてるよ。また待った方が。待った方がワクワクするかも。あ、そうね。今から台湾へ向かいます。そう。そう。なんか英語やんない？やってるよ。そうそう。うん、やばいね。うん、やばい。絶対ラベマクロ。絶対ラベマクロ。ということで、今から台北に向かいます。それで、せーの。寝相の心配もない。わーい、着いた。ドコメント撮影、うん、じゃあここ入っちゃったけど、 S だって、シラトンの S だ。あ、間違えた、シュンナの S だ。ってことは K かな。 S だ。あれあれ、おかしいね。おかしい。え、ねえ、かわいいよ。かわいくない？本当だ。
バナナめっちゃおにぎり下ジョーカレーだってバーモントカレーやっぱめっちゃ新日だわすごい日本語見るよね台湾確かにてくれましたヤサオがヤサオ持つ、うん、かわいいカジこれ何これも美味しいって言ってたこれあ違うっけいや分からんいただきますいただきます私はこれにしました見えないです一番フェイマス一番フェイマスなんかこれ麺の方にお湯入れて3分ぐらい待ってスープだけ移して食べるのってえ、つけて食べるのかないや、なんかドライヌードルってだからそのままだと思ういただきまーす味噌かうんどう？うん、なんかちょっと慣れちゃったかもわーすごいうん、おいしい美味しいうんなんかめっちゃ甘い香りするんだけどシナモンみたいなシナモンだ、うん、でもさ、飛行機の中もさシナモンにしたんだよ、一回本当うん美味しい美味しいうん、味噌スープいただきまーすうどんなんかね、麺太いよねうん何味シナモンうんシナモンなのこういうような味はするけど、でも美味しいへぇこっちよりもちゃんと台湾っぽい匂いする。うん。何味なんだか。辛っ。うん。うん。辛い。うん。美味しくない？名古屋名物にありそう。うん。マジ味噌。味噌味。ちょっと甘いね。あれじゃん。つけて味噌。はい、つけて味噌。あ、味じゃない。つけて味噌。つけて味噌。え、かけて味噌。あ、いた？食べたこれ。食べた。食べてみて。うん。めっちゃ辛い。本当だ。うわ、もうめっちゃ辛い香りするやん。うん、うん、うん。うん。うん。辛っ。辛い、美味しいでも。どうだったこれ。美味しかった。なんか麺美味しくない？そう、そうみたいな。おぉ。違う。これ100円だよ。安くない？うん。うん、美味しい。皆さんもそれを食べてください台湾来たらアイスを買ってきたお菓子すっごいなんかうん紅茶だえええ美味しいうんうんうんチャイチャイこれアイス美味しいねうん甘すぎないあ、マスターうん下の白いそうだよねうまいこのシリーズ美味しいうんわクッキーズってやつえガチガチわクッキーズ本当だめっちゃ美味しいんだけど美味しいなんかわかんないお菓子を買ってきたうん普通にめっちゃ美味しいあびっくりしたあんまりかと思ったその残りちゃんピークラッカーズ
全然美味しいけど、マジ何の味か分かんない。待って、何この味は。カニ。カニ、めっちゃ美味しいけど、マジで分かんない。あ、美味しいんだ。うん、素材の味って感じ。あ、ほんとだ。え、ね、美味しいよね。意外と味する。何だ、意外と味する。え、そう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 。な、何の味なんだろう。なんか食べたことある気がするんだけど。うん、なんかさ、こんな棒状のさ、ギザギザしたさ、お菓子なかったっけ。金棒みたいなお菓子。棒状のギザギザしたやつ、ぜひ。ファミマに売ってました。ではまた明日。せーの、イエイ。おはようございます。おはようございます。おいしい。2日目です。2日目。今日は今からフォーセラーツっていうお皿作り。そう、お皿にこう自分の好きな絵柄を貼ってオリジナルのお皿を作れるみたいなやつを発見して、こちらが発見してくれました。あ、私が発見して、普通の体験っていうのかな、に行きます。行きます。楽しみ。あ、車。そしてその後はツアーです。ツアーです。最高。最高だね。あれやろ、それでも。あ、よかった。せーの。台北の街並みです。なんとカメラがあります。ドミグラスバーガー。ドミグラスバーガーじゃん。ドミグラス。え、ドミグラスだよ多分。ドミグラスなんて、もともとちゃんと名古屋モーニング。やっぱこれマジで美味しい。ちわかんない、一番好きね。お土産付き。え、かわいい。なんか一生懸命持ってる。そう、かわいい。持ったの。めっちゃかわいい。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 え、日付入れたくない。あ、いいね。最高やった方がいいですか。なんかね、まあこれがいっぱい詰め詰めの、はい、すごい。そうそう、こういうパンダちゃんめっちゃかわいい。ちょっとちょっと、 YouTube とかだから音楽は流さない方がいいんだよね。あ、でも全然大丈夫ですよ。切っちゃえば、音声切っちゃえば大丈夫なんです。 YouTuber の人がそんなこと言ってたんで。あ、そうなんですね、うん、優しい。なんかあるんですよね、そういうのね。そう、あの著作権が、ねね、厳しくて。それ全然流していただいて。いやいやいや、音切っちゃえば大丈夫なんで。なくして、はい、大丈夫です。台湾の音楽ですか。いやいやいや、別に普通に。あ、普通に。ドリンク屋さんに今向かってます。これ、あ、違う、赤だった。ありがとうね。あ、あ、セブンイレブン。あ、あったあったあった。あ、それだ、あった。ここがなんか美味しいみたいなので、これ飲んでみます。パパイヤミルク美味しい。マンゴーかね。パパイヤ、確かにマンゴーって言ってたっけ。マンゴーとピーチのが美味しいって言って。マンゴーと、うん、あ、それね、うん、あ、上のやつそれにする。そうしようか。で、1個ずつしよう。する、うん、M と L でいい。 L しかないのか、うん、L。
It is L size? L? 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 M? S? M? OK、うん、M と L にしよっか。ちょっと L の不安だよね。 This one? M size? M? M size? M? OK。 And this one? Mango? It's L。 スムージーを買いました。かわいい。今のスムージーを買いました。何味ですか？何味ですか？何味を買いましたか？あれ何味でした？マンゴーとピーチです。マンゴーとピーチで OK。 複雑な名前だったんですけど、とりあえずベースはマンゴーとピーチで、先生がおすすめしてくれました。あ、なんか曇ってる。うん、こっちは曇ってない。うわ、イエーイ。ムーディー。ムーディー、かわいい。どういけば。おー、いただきます。何やってんのに、こんなとこありまして、こっちのもなんか台湾感じる。いただきます。うん、ゼリーだ。めっちゃ美味しい。うん、白。うん、ハニーパウダー。うん、うわ、美味しい。おい、こっちはうん、美味しい。すごい、何これ。すごい、なんか、うん、うん、うん、最高。めっちゃ美味しい。甘すぎない。うん、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 先生、美味しいです。ありがとうございます。今から床街、日本語で言うと床街さ、めちゃめちゃ激推された。ディファジェ、ディファジェ、10回ぐらい、10回は言い過ぎ、何回ぐらい出てきたってぐらい。そうそうそう、 YouTube に映えるからって言って、めちゃくちゃ爆上がりだし、再生回数爆上がりの場所なので、はい、と思います。楽しみ。なんかなんだっけ、カゴバッグとか、うん、あと釣り糸で作った。釣り糸？そう、シューナがめっちゃ真剣にやってる時ですよ。あ、そうした。全然聞いてない。釣り糸で作ったバッグが有名みたいな。マジ楽しいね、台湾。台結構ね、わ、うん、かる、ね、言いたいことわかる。今言おうと思った。私もセブンも楽しかったけど、めっちゃ、うん、ちょっとこれ来てるな、うん、来てるよね、うん、すごい良い。便利だし、うん、でも日本では味わえない感じもあるし、うんうん、すごい楽しい。まだ1日と1日も経ってない、うん、経ってないね。それではあ、ちょっと背乗ってて。せーの、に着きました。すごい可愛い、ここら辺シャクイが出てきちゃった。入る入る。すごい、どこ行ったらいいんだろう。物によって値段違うの。めっちゃ可愛い。いっぱいビールだよ、さっき調べた。かわいい。すごい、なんか見たことないやつがいっぱい。床街に来ております。床街なのかな、ここって。買いました。あ、これ買いました。なんか楽なやつ。何にでも対応できる楽なやつ。ツアーの集合地点まで歩いてみようと思います。はい、すごい、なんかここ乾物通りだから、乾き物系がめちゃくちゃ多い。着物系のね。プリクラとかないのかな。プリクラあるから。プリクラ可愛いんだけど。すごい、ゲームセンター。あ、音越しキティちゃんの音越し。なんかその、撮らせる気なくない、ここら辺撮らせる気なくない。すごい、もうごちゃごちゃ。絶対撮れない。すごい、それはペン。そうか。うん、ほのか、撮ってあげるからね。さあ、ほのちゃん、シューナが今からあのキティちゃんを撮ります。どんぐらいのアームの力かわからんけど。確かに。あ、一元しか。あげようか。なんで500円しかない。
もう？え、違うよ、もうではない。あ、びっくりした。かわいい。うん。なんかでき
き立てのカスタード。なんか食べたことないカスタード。はい、リンタイフォンはどうでしたか？めっちゃ美味しかったです。美味しかったね。めっちゃお腹いっぱい。何が一番美味しかった？うわあ、でもトリュフ小籠包結構衝撃だった。ああね、美味しかったね。あなたは何が一番美味しかったですか？私はチャーハン美味しかった。あそこに来てのチャーハンやばかったよ ね、なんかそんなに脂っこくなかったし、うん、味さっぱりで美味しかったです。次は今から9分に向かいます。映ってんのそれ？映ってる映ってる。今から9分に向かいます。向かいます。よろしくバス。せーのこちら今日の購入品です。こちら、紹介したいと思います。ベビーベビー。まず、こういう風に出まして、取れるので、ベルトにね、つけたりとか、こうやって持ったりとか、リュックにつけちゃったりとかできるんですけど、何がすごいってこれ、フロントでの三分クッキーの後ろに、こうやってできるんですよ。これ、すごいと思うでしょ。だけどね、それだけじゃないんですよ。それだけじゃないよ。どうぞ。ここにアジスターがあって調節ができるので、ちょっと今持ち合わせないんですけど、なんかまあスタバのカップとかにもいけちゃうっていうのを超便利。こちらなんと260元。ピンってこないよね。いくら？200元。いや、1200元。ぜひ日本の百均さん開発してください。もうありそう。でもそれ戻って同じの百均に。でもここで買ったって思い出価格。確かにね、思い出価格です。これ終わり。あ、すごい、お茶の香りがめっちゃ、なんか今から花文字を書いてもらいに行きたいなと思っています。階段が階段がきつすぎる。待って、前だ。本当？でさ、丁寧に書かんとさ、間違えられる。あ、健康長寿にしよう。健康長寿なんてある？あ、もちろん。すごい、ね、これお土産にめっちゃ良くない？めっちゃいいな。いつこ可愛いんだけど。いつこ可愛い。やばくない？すごい。いつこさん、ごめんなさい、いつこ出ちゃった。とおばあちゃん、すいません。おご無沙汰してます。すいません。
気もやばいからもうずっと汗だく。びっちょびちょ。持ってるとかじゃないもん。びっちょびちょ。でもこっちは特にびっちょびちょ。こっちに言うな。こっちは。飛ばしに向かいます。もう飛んでるんだよね、すでに。すごいね。でもあの赤いやつ、あの赤いやつすごい楽しみ、めっちゃてか本当見て、湿度やばくてさ、曇ってる。湿度で曇ってる。え、そうだよ。マジなんか温泉の近くみたい。確かにね、なんかゲロ温泉思い出すね。確かにね。え、すごい。こちらがランタン。やばい、めっちゃ食べる。え？待ってる、待ってる。パンプルセンスでしょ？パンの音だよ。かっこいいね、書き方が。話だよ。1、2、3、話で。はい。ネタ見て、バイバイ。今からどっちがバランスを保てるか勝負をしたいと思います。揚げ体験をやってきました。ましためっちゃすごかった。綺麗だったよね、マジで。しかもあの写真撮ってくれる人がめちゃくちゃプロで、めっちゃ撮ってくれる。いい感じだったよね。ね、はい、回して、はい、回して、ワン、ツー、スリーで離して、はい、こっち向いて、バイバイ流れ作業だった、ね、できてよかった。ちゃんと飛んでくれたし、めっちゃ上まで行ったよね。うん、行ってた。最後まで願いが叶いますように。多分あれです。いや、もっと上でしょ。幸福人生エロということで、よいち楽しみシリンよいちに向かいます。向かいます。いっせーの、シリンよいちに来ました。え、待って、台湾 T シャツある。台湾 beautiful item。 ポンチャみたい、ポンチャ T シャツ台湾 beautiful item。 かわいい、これ。楽しい。かわいい、ステッチ。かわいい、美味しい。すごい。食べてみて。いただきます。
はどんな感じ？ジューシー？ジューシー。なんか全然ペロッといけそう。マジ？さっぱり系以外と思う。言ったね。証言。この絵めっちゃ可愛いんだけど。いいじゃん、なんかめっちゃ歴史を感じるんだよね。大好きだな。垂れてきそう、汗。いただきます。ココナッツじゃない、なんだっけ、パイヤ飲んだことあるんだ。ウリだから、スイカ系なのかな。あれ、ウリって言われたの。あ、メロなんか、なんなの。でも多分スイカっぽい。フリーだから。サツマイモボール。何食べたのかは分からん。おいしい。もちもち、うん、ドーナツみたいな。揚げサツマイモドーナツ。まんまする。マヨスティックのもちもちバージョン、当たり前だけど。めっちゃ美味しい。何これマジで。台湾感がいい。小餅を買いました。じゃん。胡椒餅。豚肉とネギ。ネギと胡椒。硬そう。パンみたい。ハード系。でも焼いてるって言ったもん。リアクションでいいの？おいしい？あ、分かった。肉まんのあんで周りがパンになってる。体硬くてできない。キモい。
駅に着きました。なんか新幹線の駅とまた違う駅っぽくて、今からそちら辺に向かいます。 TRA に乗ります。日本のお店がめちゃくちゃ多い台湾。 TRA 九州に行く。台北と比べるとあれだね、ちょっとローカル感が出ますね。でもそれが逆になんかいい。うん、台湾っぽい。良い。手間変わるローハン。どう？あ、This? Yes, yes. And this one. Okay.
か半ぐらいの感じ。硬っ。思ったより。あ、そうなの。でもすごいきめ細かいけど。ね。日本のとちょっと違う。違うんだ。うん、やわらかい。あ、ほんと？美味しい？おいしい。美味しい？甘い？なんかそんな？あんまり甘くない。甘っ。うん。パッパリ系。食べよう。食べたい。いただきます。ちょっと、ガワガキとか食べたい。そうね。ちょっとシュワってする。うん、おいしい。これこれ、ゲットした。一瞬食べるやつだ。食べるよね。念願念願。不思議な運転手さんが2回目の正解なので、台湾カステラがいるか聞いてみたいと思います。はいはい。 Do you want this? あ、no no no, thank you. いらなかったみたい。予定が崩れた結果でこうなりました。てかこの T シャツ初公開かも。 YouTube で。 YouTube で昨日夜市で買いました。これ、革値下げしたね。うん、20元。本当は2枚で500元。え、500元か。そうそう、うん、だけど480元にしてもらったやつ。イエーイ、ラッキー。じゃあ行きましょう。101タワー。恥ずかしいよ。
死にはした。なんかすごい。ラストナイト。ラストナイト最後の晩餐。なんかシール貼ってあるね。それダメなんちゃう？あ、これみたいなやつか。うん。危な。危な。はい。乾杯。実はこのカステラは1日目だよねあれね。1日目。1日目にファミリーマートに行ったんですけど。前回ね。そこで。かなこがカップラーメンを頼んだ時に作り方が分からなくて、なんかイートインスペースで4人ぐらいの男の人たちがいて、カステラしか映ってない続いてその人たちは現地の人っぽかったから、あの人たちに聞くとか言って、作り方、そうそう、作り方をこれどうやって作るんですかみたいな感じで聞いたら、やってあげるよとか言ってパパパパってね、そうやってくれて、でその人と、まあ、友達になりましてかなこがインスタやってないっていうのも教えちゃう。そうだって、なんかインスタそうだね、なんか教えるのはあれかなと思って、そうで、その人が DM、 かなこと DM してて、台湾で一番有名なカステラを私たちのホテルにわざわざ届けてくれて、びっくりだよね、ね、ね、そうそうそう、びっくりだよね、マジで。すごい、本当にでも優しさだけで、それを本当にやってくれてる人。でも最初はあれだよね、なんか会える時あるみたいな。あ、そう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 、あのちょっとしたプレゼントがあるから、いつホテルにいるって言われて、もう私たちのハードスケジュールには、あ、そうそう、私たちは本当に私たちの旅行は本当にハードスケジュールなので、そう、もう全く受け取れそうな時間はないので、最初大丈夫って言った、行ってはない、行った、会える時間ないからソーリーって言ったら、じゃ あ, あのホテルのフロントに届けておくよって言われて、もそれならちょっとでもフロントなら安心かなみたいな。そうちょっとちょっとね、申し訳ないけど、ね、そうそう、異国らしさ、出会ったばかりだし、そうそう、怖いなっていう不安だったんですけど、ただのいい人でそう、こんな大きいカステラをいただいたんです。しかもその後も雨が降るときは、今日は雨がひどいから気をつけてとかマジただの優しさで、で本台湾の方たち、いい人たちが多くて大好きになりました。ラブっていう思い出のカステラです。で今からちょっと晩酌タイムをしたいと思います。台湾ビール、台湾ビール、台湾ビール飲んでみます。じゃあ皆さん、今から開けますので、ちょっとお静かに。台無し、台無し台無しだよ、その拍手が。チュース。何？ね、なんなんだ、乾杯って。中国語。あ、そういうこと？シェイシェイ。おしょう。わ、おしょう。本当に？できた。リュウのリボン、いい感じだね、いい感じ、すごっ、
めてほしいな。いや絶対割りたくない。割れた時にはまた作りに行くよね、このためにトランクできました。やった、大切に使います。何入れようね。パイナップルケーキかな。あー最初え、でもあんま使いたくないかも。確かに、でも飾っといたね。まあ、いいとか。今からエアポートに向かいます。レッツゴー。今カステラパーティーを開催しております。なんで今カステラパーティーを開催してるかというと私たちが今回予約したのがタイガーエアっていう飛行機なんですけど、行きも2時間半ぐらいか。ちょっと3時間だ。そっか、5時だったの。3時間ぐらい遅れたんですけど、さっきあの本当は9時発の飛行機で7時に着くように朝5時45分ぐらいに起きて猛ダッシュで準備して、まあこの通り4時か、そうだ4時45分に起きて猛ダッシュで準備して来たのに、着いたらなんと11時40分発に遅延してました。昨日の夜に、まあ、夜遅くに食べてそのまま寝てっていうのもあると思うんですけど、私さ夜めっちゃ食べるとさめっちゃ次の日お腹空くのね。わかるわかる。わかるよね。朝に起きる。そうそうそう。朝食べなかった人が全然わかんないもん。そうそうなの。めっちゃ空いてて、うわやばいってなって、とりあえずなんか B1 のフードコートに来て、でバーガーキングが一目散に見えて、え、良くないみたいな。もうそのぐらいお腹めっちゃ空いてて、でも並んでる最中に肉まんを食べてる人がいて、で肉まんいいねってなって、でもう一個別の店舗に肉まんがあって、それを今食べ終わって、で今このカステラパーティーをしてるっていう状況。カステラパーティーの理由になってない。まあ理由としては、まあ、Vlog 見てくれたら分かるね。あのいただいたカステラと私たちが買いに行った台湾カステラが、まあ、でもともと食べようと思ってたもんね、飛行機内で。朝ごはんによくないってなって、パーティー中って感じ。マジでめちゃくちゃあります。こんな朝7時半からカステラパーティーやったことありますか。しかも空港で。そうだよ、贅沢贅沢パーティー。これ食べきれると思う。思うよ。あ、でASMR できるかな、こんな爆音の中で。マイクどこだっけな、この辺だったな。聞いといて皆さん。やばい、音楽が絶対に。聞こえたか。めっちゃ聞こえたよね。聞こえなかった。美味しい、これ今じゃない。ASMR これだな。ではフライトまでカステラパーティーしておきます。イエーイ、タピオカを買いました。じゃーん、初タピだね。ね、私は初タピ。どこのやつなんだろう。ハンリンティーっていうところのやつ。空港の1916年だわ。全然年上だわ。空港の3階に入りました。ちなみにこの取っ手は床街って、あの乾物通りのところで買ったやつ。いいでしょ。これカップもできるしペットボトルもできるっていう。何にでも合わせられる。便利。じゃあいただきます。お待たせしました。うんうんうん、あ、ちょうどいい甘さ。おいしい。おいしい。甘さと氷の量とタピオカが選べました。ロロ。うん。私もロロにした。ロロ？うん。久しぶりに食べたタピオカ。ね、おいよね。おいしい。もうすぐ台湾を旅立ちます。どうですか、心境は。悲しい。帰りたくないな。うん、帰りたくない。でも日本は好きだよ。日本が一番。慣れてるね、住みやすい。ということで、帰ります。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。また、ここにバイバイ。最後やったの。せーの、バイバイ。
Thank you.